コネチカット州とロングアイランドの間のピンクの部分がロングアイランド湾。ロングアイランド湾はアメリカ合衆国コネチカット州とロングアイランドの間に位置し大西洋に面する湾。コネチカット川など多数の川が注いでおり、西はイースト川、東はブロックアイランド湾に接する。いくつかの主要都市がロングアイランド湾に沿って存在し、分水海内には 800万人以上の人口がある。上記には、コネチカット州ブリッジポート、ニューロンドン、スタンフォード、ノーウォーク、ニューヘイブンを含んでいる。また、ニューヨーク州側には、ニューヨーク市、ライ、グレンコーブ、ニューロシェルを含んでいる。約1万8000年前、ロングアイランド湾は、ウィスコンシン氷河の一部の厚い氷に覆われていた。その頃の氷の厚さは、約1000メートルほどで、 南の薄い場所でも300から400メートルはあった。氷河時代の海水面は現在より100メートルほど低かった。コネチカット州、ニューヨーク州、海藻湾内の海藻は長艦隊の位置にある岩の間に多く生息している。緑藻類の数は季節によって変化する。モノストラマは大西洋の色をしており、早春から晩夏までの期間生息する。 グリネリアは8月や4から6週間後に姿を見せる。また、上艦隊では茶色をしたヒバマタやアスコフィルムが生息している。これらは高潮時でも直射日光を取り入れることができる。さらに、エクタカーペスやパリサイフォーニア、ポーハーア、コンドラスなども生息している。ロングアイランドを発見した最初のヨーロッパ人はオランダ人の航海士、アドリアン・ブロックである。 彼はイースト川から湾に入った。植民地時代、湾は浅瀬が多く、悪魔の地帯として知られていた。湾の暗章は悪魔の踏み石と言われ、踏み石灯台という名前の灯台のあった。ロングアイランドとコネチカット州の間はいくつかのフェリーで結ばれている。ブリッジポートポートジェファーソンフェリーは、ブリッジポートとジェファーソンを結んでおり、ロングアイランド湾横断フェリーは、 オリエントポイントとニューロンドンを結んでいる。自動車や人、トラック、バスなどを輸送する。ロングアイランドは良い漁場として知られ、古くから漁業や娯楽としての釣りが盛んだった。カキ、ロブスター、ホタテ貝、ヒラメ、ストライプドバス、青魚を釣ることができる。しかし、近年はその数が減っている。漁業関係者などは問題を改善する努力を続けている。 ありがとうございます。